皆さんこんにちは、あかね的日本語教室のあかねです。今日はお知らせがあります。11月19日に特別な講座を行います。皆さん日本語勉強している人が多いと思うんですけど、日本語の文法を覚えるのはどうですか？簡単ですか？多分難しいとか覚えにくいと思っている人が多いと思います。今回開催する講座では、どうすればネイティブのように文法が使えるようになるのか、5つのコツを皆さんにシェアしたいと思います。そしてそのコツを勉強した後、実際に N2 の文法を3つ私と一緒に勉強しましょう。この3つの文法は日本語を勉強している人からよく使い方を質問される文法です。この講座がどんな人に向いているのか今から説明します。これから JLPT の N2 を受ける人、 JLPT の N3 からステップアップしたい人、 N1 を受ける前に復習したい人です。ぜひ参加してください。これから参加方法を説明します。この動画の概要欄に日にちと時間が書いてあります。概要欄に申し込み用のリンクがあるので、そのリンクを押して申し込んでください。申し込んだ後メールが届きます。なので必ずメールを確認してください。メールには Zoom のリンクと日時が書いてあります。時間になったら Zoom のリンクを押して参加してください。あ、大事なこと忘れてました。この講座は無料です。なので皆さん、スケジュールがもし空いていたら気軽にぜひ参加してください。お待ちしてます。